FM ルムキロワンから始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう1月27日水曜日え時刻は午後10時を回りましたえ皆さんこんばんは沖縄県のサッカーを盛り上げていこうパーソナリティの小浜のとでございます いました皆さんも昨日のねあのオリンピック予選やりましたね、もうちょっと大声を出しすぎて、あの声が枯れておりますが、もうちょっと楽しかったですね、ちょっと大興奮の,あの夜中を過ごして、はい、えー、昨日ちょっと嬉しくてね、あのお酒もガンガン飲んでしまいましたけど、よかったですね。でもあの 終了間際にねあねて劇的なゴールが決まってあのー、オリンピックが決まるっていうねもう見てても楽しい結果がうん本当に良かったなと思いますね。あのなかなかねあのー、この年代が世界でアジアでかアジアでちょっと勝ててなくてねあのー、主要大会をなかなかあのー、出られないっていうのがずっと続いてた中でこのオリンピック予選をねあのー、勝ち抜いて。あのー 出場がね決定したっていうのは本当に本当にうん良かったなと思いますよはいもういろいろねえー、結構うんおしゃべりしたいことがあるのでこの番組の中でもね、えー、続けてちょっとおしゃべりしていけたらなと思いますよ皆さんよろしくお願いしますねはいえっ、ー、とですね 沖縄県のサッカーを盛り上げていこうは、えー、サッカーを中心とした情報バラエティ番組でございます。えー、沖縄県のサッカー情報はもちろん、えー、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、えー、あらゆるサッカー関連のお話の中、えー、毎月お題を決めてワイワイ楽しく会をしていきましょうという、まるで居酒屋さんで飲んでいるような緩い番組でございます。えー、午後10時半までどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。この番組は、 あなたの専属トレーナーになります。沖縄若田接骨院。真心美味でご提供。居酒屋魔ン、氾濫注意のハンバーガーショップ。チムフガス。以上、各社の提供でお届けいたしますよ。よろしくお願いいたします。はい。えー、以の今月、<laughs> すいません。今月の、あのー、テーマがですね、沖縄県の、うん。 J リーグのキャンプ情報というお題で、ね、進めていますので皆さん、よろしくお願いします。一緒に沖縄県のサッカーを盛り上げてくれる皆様からの緩いメッセージをお待ちしておりますよ。 えー、現在お聞きいただいています FM 技能案のホームページより番組への、えー、メッセージリクエストはこちらと書かれたバナーを、えー、クリックしてもらえると、えー、メッセージを送ることができるページへと移動できますので、えー、そちらにですね沖縄県のサッカーを盛り上げていこうとお書き添えの上、えー、ラジオネームもお忘れなくお送りください、あのー、メールアドレスを、えー、言いますね 797-fm 技能案 .com もう一度言いますね797 アットマーク FMGINOWAN.COM でございます沖縄県のサッカーを盛り上げていこうに対する質問やお知らせ報告などなどいろいろお待ちしてますので皆さんどうぞよろしくお願いいたしますはいはいであのー、昨日ね、こうね日本が勝ってうん決勝戦を進んだんですけどあのー もう1つの、ね、ブロックの勝者も韓国か、韓国がカタールに、ね、日本と同じような感じであのロスタイムに、うん、劇的に勝利を飾って決勝戦の相手が韓国になったんですけどね日本と、ね、韓国なかなかあの、なんだろう因縁をめいたものがあったりしますけどうんこの大会でね、あのー、やっぱり首位で突破してオリンピックに臨むとまた本大会でね、あのー、組み合わせも。 だいぶ良くなると思いますので、うん、決勝、残るね、決勝戦もあの、ぜひ勝って、えー、オリンピックに臨んでいただきたいなと思いますよ。はい、で、あのー、この決勝戦自体がですね、えー、と、30日か、30日のえー、午後11時45分キックでまた始まりますので、うん、また、そうですね、えー、テレビだったりで皆さん、あのー、観戦してね、 一緒に盛り上げていった言ってくれたらなと思います。よろしくお願いします。はい、えー、っとですね、一つメッセージが来ているので、これは誰だ野内内内奈さん、ありがとうございます。えー、こんばんは。おい、こんばんは。昨夜は興奮しましたねーって、全くだよね、本当によもう、あのー <coughs>、朝野がセンタリング上げる時からあのー、絶叫してたよ。<laughs> なんでかね、あのー、 興奮して席を立ってあの両手でなんかやってましたね俺、あのまあ俺だけじゃないと思うんだけどさ、あもう酒がうまいうまい <laughs> もう嬉しかったですね。はいなお、この試合、ね負けてもまあ3位決定戦があって3位決定戦で勝てば、またあの出場が決まるっていうところもあったんだけど、うんこの準決勝でね。えー きっちり決めてくれたっていうのは本当に見てる側からしてもとってもあのすっきりした形でねあの市場と勝ち取ってくれたなって本当に本当に思いますね選手のえ皆さん一人一人も結構ねやっぱりあの大きなプレッシャーがあったっていうことはあの後々のねコメントとかでもやっぱり言ってたんですけどやっぱね6大会連続ですからねそれを考えるとやっぱりすごいなってうん実際あのー なんすかねやっぱり6大会も連続で出てるとあのワールドカップ出場だったりオリンピック出場っていうのが当たり前化してきてる部分がうんやっぱり少しあるのかなと思うけど当たり前ではないですからねやっぱりあんなにちょっと苦しい予選を戦ってうん出場を決めてるっていうことなので、まあ、これがね、あのー、ゴールではないのでね、あのー、しっかりうん決勝戦もちょっと勝って。 で、あのー、オリンピックのね。本大会に向けていい準備をしてくれたらなと思いますよ。はい、よろしくお願いしますね。もう土曜日もね。いい酒飲もうぜ。<laughs> すいませんで、えー、っと。これは誰だ。中野町の和ずさんからもえー、メッセージが来てます。フットサルもコロンビアに買ったよー。って、おお。その情報俺知らない。<laughs> 詳しく教えて <laughs> しゃべるから <laughs> そうなんだ普通され向かってるんですねこの、そっかこの時期か、えー、ちょっと調べときますありがとうございますかずきさんかずきさん久しぶりだね元気ねえー、っとですねそうそうあといくつかちょっとねあのー、おしゃべりしたいことがあるんだけどあ一応ねお題に沿ったお話もしないといけないので毎回ちょっと脱線するからさ先にこれだけあの喋っとこうかな <laughs> 一応、お題があの沖縄県のね J リーグのキャンプ情報というお題でちょっと進めてはいるんですけどあのー、先週の土曜日にあのコンサドールのキャンプちょっと見に行ったんですよ、えー、ちょっとあの辺に行く予定があったので見に行ってめちゃめちゃ寒い日でもうブルブル震えながら見てたんですけどあのー、ちょっとね、冷たい。 この雨も降っている中でのえ午前の部のキャンプを見てきたんですがえーやっぱねあれだけちょっと寒いとあの見に来てくれている方もちょっと少なかったんですけど熱心なちょっとファンの方もいらっしゃったりしてでもやっぱりあのスタッフさんにちょっと声かけて聞いたんですよ、やっぱり北海道と比べるとこの寒さって大したことないですかって聞いたんですけど寒いって言ってました <laughs>。 <laughs> あーやっぱり寒いんですかってあのたわいもない話を、うん、したんですけどここねあの今日は、ね、太陽が出てるときは暑かったりしたんだけど、あのー、キャンプに来てる選手の、ね、皆さんも、あのー、結構この寒暖の激しさにはあのー、戸惑ったりしてる部分もあると思うんですけど本当にね怪我なくいい準備をして、あのー、このキャンプを。えー 事実した形でね終了してくれたらなと本当に思うんだけどさであの、えー、っとガンバが終わってその後にマリノスがね、えー、中城区の方でキャンプ張ってるんですけどあのガンバの選手の皆さんもやっぱりそうだったんだけどあのマリノスの選手の皆さんもあの、ね、気軽にちょっとサインに気軽にっていうか練習後にさもう一人一人に丁寧にサインを応じてくれてるのをあのやっぱり見たり、えー、聞いたりするんですけど やっぱすごいなこの辺、すごいなってうん思いますね、こんなのが、ねあのー、一人一人のファンが、ね、増えていってサッカーが一つ一つこの盛り上がっていくのかなと思うことを考えるとうんやっぱ嬉しいことだなと思いますねで、このキャンプ、やっぱりまだまだ続きますのでこれから先もさ、あのー、何チームか、今から、うん、来るチームもあるんですよ。 でえー、沖縄での一次キャンプが終わっているチームもあるんですが例えば今から来るのは、えー、っとそうです2月に入ると、はいえー、田口選手が所属しています名古屋グランパスだったり、あのーはい、川崎フロンターレの方も2月に入ってから、うんえー、来ますので、あのー、この辺も、ね、ちょっとできるだけちょっと会場に足を運んでいろんな情報を。 知れてきてねここでおしゃべりできたらなと思いますよはい皆さんよろしくお願いしますねであのー、あとあとちょっとね他にも喋りたいことがありましてそうそう、えー、先週ねちょっと日程をお話ししましたあの、えー、沖縄県の高校サッカーの、えー、新人大会の、うん、準決勝決勝が先週、えー、このね放送の後にありましたであの <laughs> 議論高校対普天間高校のねあの議論ダービーが あるよみんな見に行ってって話したんだけど、まあ、この試合は、うん、あのー、犠牲高校が、まあえー、勝ちましてで、準決勝に進んだんですけど、犠、ま、牲、あ、高校はね、ちょっと惜しくも、えー、名護高校に、うんはいえー、負けてしまってうーん、決勝には進めなかったんですが、まあ、堂々とね、まあ、3位ということで、あのー、結果を残したなと、うん、思います。で、あの <laughs> 決勝戦自体がこの名護高校、男子の方ね、名護高校対、えー、西穴高校。 の試合がありましてでまあスコアも1・0というこの接戦の試合でしたうん実際ちょっと試合も見に行ったんだけどさあのー、どうなっていくんだろうと思うようなちょっとワクワクするような試合でしたね、まあ、結果はあの名護高校が1・0で勝って何だったかな29年ぶり2回目の、うん、優勝を決めていますおお名護高校の皆さん本当におめでとうございますもう西原高校もね あのチャンスもね結構あった中でまあちょっと悔しい思いをしたとは思うんですけどこれもねまた次回にうんインターハイがねまたやってきますのでここにあの新しい1年生が加入してねどんな感じでこの底上げしてくるのかなと考えるとうんちょっと楽しくなってきますね。で、同じ日に女子の方の決勝戦もありました。 これがね、ちょっとね、やっぱすごいんですよ。先週もね、ちょっとお話ししたんですけど、三里高校が、はい、えー、小座高校との決勝戦を制し、えー、1対0で優勝しています。でね、三里高校 <laughs> すごいんですよ。<laughs> 7年連続、7回目の優勝。ぶっちぎってますよね、相変わらず。あすごいなって本当に思います。あの、このね、またあの、 三里の時代がちょっと続いてる感じは女子の方はねあるんですけどあのー、決勝戦がまあ1対0だったり三、まあ、里の準決勝のさあのー、名護高校との試合もあの1対0とまあ、えー、レベルはちょっと拮抗してきてるのかなっていう部分もあるのでうん女子の決勝自分ちょっとしか見れなかったんだけどやっぱりさあのー、足元が丁寧っていうかうん迫力には欠けるっていう方も中にはいるんですけど うんあのー、やっぱりケック1つトラップ1つにしてもとっても丁寧な部分があるのであの自分はちょっと見てて楽しかったですねワクワクする試合でした、うん、絶対なんていうのやっても俺が対戦しても勝てるようなものではないなと <laughs>、まあ、俺,俺はあの底辺の <laughs> 人間なので、うんまあ、そもそもって話なんですけどねやっぱりあのー、でもあのー ちょっと先週も話したんですけど女子高校あ違う違う女子サッカーのさ、えー、高校、えー、今回出場チームが22校なんですよでもう本当にここ数年でこんなに、ね、上がってきていますのでこの女子サッカーに対する競技人口もね上がっていってるのかなって、うん、思います、うん、これからねどん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 増えていって、えー、男子とね同じぐらいっていうのはなかなかいかないのかなと思うんですけど どん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 ん増えていくことでまた女子、あのー、サッカーもねレベルが上がっていくのかなと思いますのでまたここでねちょっと、えー、いろいろ紹介していきながら、あのー、お話ししていきたいと思いますよ。はい、えー、っとですここでちょっと1つ、えー、お知らせいきましょうね。はい <coughs> ははい、はい、えー、今週も、えー、J リーグ沖縄キャンプ情報ってお題でお届けしていますよ、えー、皆さんからのメッセージもまだまだお待ちしてますのでぜひよろしくお願いしますはいえー、とねメールが1つ来ていましたのでこれはいるかなシシカマワさん <laughs> ありがとうございますシシカマワさんえーマさんはいえー U23 日本代表やりましたねってアジア最強のイラクを撃破 だからね、もう、何回言っても嬉しいね、はい <laughs> えー、オリンピックは決まりましたけど、えー、最弱世代と言われてたけど、手倉森監督の手腕と選手のまとまりが、うん、良かったですねって、えー、<laughs> 別に次の韓国戦は各地負けよりも大怪我しないように戦うだけだよねって、あ,あとはね、オリンピック本番に向けてメダル取るだけですかねって、うん、ではまたねっていう、はい、メッセージ。ありがとうございます <laughs> そうだよね、あの <coughs> なかなかね声を大にしては言えないんですけどね、本当にあの怪我しないようにね、本当によ、<laughs> 大怪我しないようにって、日韓戦ではねこのながちょっと多いので、うーんまあ、冷静にね、あのー、試合をね戦ってくれたらなと思いますよ、本当にねもう何度も何度も言いますが、選手の皆さん、本当にお疲れ様でした、ありがとうございました。もう ね楽しい、えー、時間をね過ごさせていただきましたよ、本当に。うーんで、あのー、今ね、メールにもちょっと来てますけど、選手のねまとまりが良かったっていうのは、本当に、あのー、1試合1試合、うん、えー、進むにつれて、やっぱりあのー、見れる部分があったのかなと思いますのでね、本当に本当にちょっと、これからね、期待ですね。まあ決勝戦が残ってるんだけど、あのー そもそもね、ねなんで年齢制限があるのかっていうところも、えー、あったりするとは思うんですけど、まあ、オリンピックはねこの23歳以下っていうのがあの、えー、決められた大会ではあるんですねであの数大会前からさらにね、ねちょっとあの <coughs> これは俺的には面白いと思うんですけどあのオーバーエイジ枠っていうのが本大会のみ適用されるんですよで代表が全員で23人になるのかなその中の3人は23歳以上入れても大丈夫だよっていうあの規定があるんですよ。 まああのーね、他の人からしたら何ややこしいことをまたさらにややこしくしてるのかっていう部分もあったりするのかなと思うんですけどあのー、なんだろうな前回の大会とかにさ、あのー、吉田麻也選手が、えー、出場してたりっていうのをやっぱり見てると、あのー、いい意味でね、あのー、なんだろう化学反応みたいなことが起きて試合に。 望んでるっていうのはあのー、面白かったのでうん今回ね誰が選ばれるのかもしくは誰も選ばれずにこの23歳以下の世代でやっていくのかっていういろんな選択肢があると思うんですけどうんちょっとねこの辺も楽しみだなと思いますよはい1つはいメッセージが来ておりますのでこれは誰だ太もも先生太もも先生こまます誰だ <laughs> <え> <laughs> 雷様こんばんはって <laughs> だからよね来週角つけてこようかな <laughs> どうもこんばんは雷様です高木部っぽいあもうすいませんね昨日よもう本当にちょっと叫びすぎてからさ声がガラガラみんなにさ風邪ひいてるのって言われたんだけどあの一応うんって言っといた <laughs> えっと、脳内内ちさんからも、あと一つメッセージが、えー、なでしこに朗報、えー、女子の五輪最終予選は、えー、2月の29日、大阪で行われますが、えー、去年、えー、の夏に右膝を手術した、えー、岩内選手、おお、復帰ができる見通しとなったようですよって、いいっすね、この辺もね、楽しみですよね、岩内さん、岩内選手がいる以内では、あのー、なんていうんですか、 この原プランもだいぶ変わってくるはずだしね、あのどうなるのかな、先発で出てくれるのか、また切り札的に出てくるのかね、うんこの辺も楽しみですね、いい、こんな感じでねあの、いい話題がどん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 増えていって、いい準備ができてね、また、そうだよね、オリンピック女子もどうなるのかな、男女ともにねあの、決勝戦に進むような時代が来たらね、いいですけどね、もう去年、去年じゃないか、前回の オリンピック女子が準優勝か男子が3位決定戦に負けて4位で終わったんだけどうーん、そうだね、ちょっと楽しみだね、わくわくするね、うんまあとりあえずね、あの男子の方は今週末行われる決勝戦をね、まあ本当に本当にさっき鹿真さんからもあったように、応客がないようにっていうのも含めてさ、うん。 いい形でこの大会を、えー、終わらせてくれたらなと思いますよ。はい、<coughs> はいすみません。で、あのー、そうそう、お題からね、だいぶずれてるんだけど、あのー、沖縄県のね、キャンプ情報っていうことなんですけど、あのー、去年から実はね、実施してるということだったんですけどの、えー、スカパーさんのこれ企画なのかな、えー、ニューイヤーカップっていうのが、えー、このキャンプの時期にさ、 あえー、行われていまして J1 のチームから J2J3 のカテゴリーのチームがあのー、試合を行っているということを、えー、今、ねあのテレビだったり、えー、メディアだったりでも結構ねやってて沖縄県内でもあのー、この試合がね f c 琉球とあのー、FC 東京が試合したりベルギーと試合したりとかっても含めてやってるんですよ。ででこののの時期になななかなかそういういい試合って組めたりしないのであのー 各チームにとってもとってもいい判断材料にもなるはずだしあのすごくいい企画だなと思います。うん、でさすがにあの手探り状態っていうのはなかなか否めない部分もありますので、あのー、がっつりとした判断材料にはならない部分もあると思うんだけど、えー、この時期にこういったねあの試合が見れる、まあ、さらにねまた沖縄で見れるっていうのはすごく あのー、いいのかなと、うん、思いますのでね、なかなかあの、まあ、この時期にガチガチでね、試合することは多分ないとは思うんですけど、うん、あこんなサッカーしたいんだなとかあ、この選手、こんな感じで仕上げてきてるんだっていうのが間近で、ね、見れるっていうのは、また、あのーうん、楽しみの一つなのかなと思いますので、またね、あのー、来週とか、どこどこで試合やってるよっていうのもまた、えー、お知らせしていけたらなと思いますよ、皆さんよろしくお願いしますね。 はい、えー、っと野 <coughs> 内内菜さんからあと一つ、えー、直前合宿で判断したいとのことでしたよって、えー、出場の場合は切り札の切り札的な起用の可能性がうーんありますねーってそっかそうでね怪我明けっていうところもありますからねでもそうだよね今までの大会見ててもそうだけどさ残り15分とか残り20分であの岩渕が出てくることのこの驚異的な凄さっていうのは計り知れない部分があるからねこの 前々回のワールドカップで前回のオリンピック、うん、で今回のワールドカップも出てたのでね今回ねそろそろこの大きなね結果をまた出してくれたらなと思いますよはい男子も女子も皆さん一緒に応援していきましょうねよろしくお願いいたしますはいはいえっとですねいろいろお話ししていたお話ししないといけないことがあったんですけど <laughs> 今週もまた時間がなくなってきましたはい、えー、残り時間が2分を切ってしまいましたので、えー、この辺でねまたちょっと締めたいと思いますけどうーんそうだねもう今週もあのいろいろ、はい、皆さんメッセージありがとうございましたえー、っとこれは誰だもう一つ来てますね、えー、中野持の和樹さんから「えー、今夜代々木で行われた、えー、フットサルの試合は、えー、ワールドカップの予選を兼ねたアジア選手権に向けての強化試合なんですよ」ってそうなんだ もうありがとうございます。<laughs> そうなんだって言ってること自体がね。<laughs> まあ、居酒屋居酒屋チックだからさ。<laughs> ありがとうございます。そうなんですねあ。俺も帰ってからちょっと調べよう。ありがとうございますね、和樹さん。はいはい。やばいやばい。時間がない。えー、この番組は <coughs> あなたの専属トレーナーになります。沖縄型整骨院。真心耳でご提供。居酒屋、魔淳。氾濫注意のハンバーガーショップ。チムフガス。 以上、各社の提供でお届けしましたよ。あのー、すいません、俺がさ、なかなかおしゃべりしてなくてあれなんですけど、あのー、えー、チム・フガスと、えー、魔ンさんからのリスナープレゼントも、はい、えー、FM ・ギノワンさんの事務所の方に準備してますので、ぜひね、皆さん、あのー、ちょっと足を運んでいただける、えー、タイミングがあるときは、ね、あのー、リスナーさんのプレゼントももらってってくれたらなと思いますよ。はい、ぜひよろしくお願いいたします。 はいはい。じゃあ、この辺でちょっと時間が過ぎてしまいましたので、えー、皆さんとはここでお別れでございます。来週もね、居酒屋さんで飲んでるような番組しますので、よろしくお願いいたします。ほい。だー。